イントラムロスは16世紀にスペイン人によって建設された城郭都市である。フィリピンの首都マニラの都心にある地区であり、パシッグ川南岸に位置する。その名称は直訳すると、スペイン語で壁の内側である。スペイン時代にはイントラムロスはマニラそのものであり、城壁の外側とは明確に区別されていた。 1596年に与えられたマニラの紋章ヨーロッパ人がルソン島に到達する前はイントラムロスの場所はマレー系イスラム教徒の大規模な居留地でマイニラッドと呼ばれその地域の支配階級の拠点であった原住民のタガログ族はマレー人と同化しておりダトゥ、ラージャ、あるいはスルタンという君主たちによって支配されていたその地名は メイ・ニレドに由来し、ニラッドは、星形の花の水草で、パシッグ川菓子の低地に沿って、豊富に群生していた。パシッグ川とマニラ湾に面したマイ・ニラッドは、他のアジア諸国と交易するのに、理想的な地勢で、特に、民国とは盛んに貿易が行われていた。1734年の地図上壁1564年、ミゲル・ロペスでレガスピに率いられたコンキスタドールたちは、 ヌエバエスパーニャを出港し、翌1565年2月13日に、南部のセブ島に到着した。そこで彼らは、フィリピン諸島発のスペイン人植民地を築いた。現住民たちから、北方のマニラの繁栄について聞いたことから、ロペスでレガスピは、彼の副官のうちの二人、マルティンでゴイティとフアンデサルセイドを、ビサヤ諸島の北の地域を探検するために派遣した。 1570年、スペイン人たちは、ルソン島に到着したが、イスラム教徒の住民との間で、さかいが生じたことから、支配権を握りその地域に、高級的な居住地を確立するに先立ち、ゴイティとロペスデレガスピの兵士たちは、住民と戦争を起こした。翌1571年、原住民たちが戦闘で打ちまかされたことにより、 ロペスデレガスピは3人の族長ラジャスレーマン、ラジャラカンドゥラ、ラジャマタンダと平和条約を結び、マニラはスペイン人たちに引き渡された。1571年6月24日、マニラの戦略的立地が決め手となり、ロペスデレガスピはその地域をフィリピン諸島におけるスペイン植民地の新しい首都であると宣言した。スペイン王フェリペニセイは、 ロペスでレガスピと彼の部下たちによって成し遂げられた新たな征服を喜び、マニラに紋章と集団インシグネ、y シエンプレ、リールの称号を送った。マニラ市の都市計画はフィリピンの初代総督、ロペスでレガスピによって始められた。彼は城壁に守られた都市を計画した。城郭都市、イントラムロスの建設は1573年7月3日産。 ロレンソで発布された、フェリペ2世の王令に基づいていた。1574年に、リムアホンラ中国人海賊の襲撃を受けたため、城壁は当初の計画よりも強固なものに変更された。その構造は、星型要塞の影響を受けていて、厚さ8フィート、高さ22フィートの壁に囲まれた64ヘクタールの土地に及んだ。 イントラムロスは1606年に完成し、スペインの植民地時代には、スペイン人の政治、軍事、宗教の中心地として機能した。イントラムロス内にはいくつかのローマカトリックの教会、女子修道院そして、教会の運営する学校がある。それらは、ドミニコ会、セイアウグスチの修道会、フランシスコ会、イエズス会といった修道会によって運営されていた。 スペイン人とメスティーソだけが城壁で守られた街に居住することを認められた。キリスト教徒の原住民と中国人は中に入ることは許可されたが居住することはできなかった。このため原住民と中国系住民の居住地が城壁の外に形成された。川に面した西側は船着き場でマニラガレオンが赤プルコと連絡しており、 住民の多くは、貿易に関連した仕事に従事していた。総督の宮殿、すなわち、フィリピン諸島のスペイン副王領の皇帝は1863年の地震で倒壊したため上閣外のマラカニャン宮殿に移転した。1898年、米西戦争に勝利したアメリカがフィリピンを管理下に置いた。マニラ大聖堂山アグスティン教会プラザ。 サンティアゴサンフアンでレトラン大学中、車体括弧内は今日その位置にある建物を示す。1942年に日本軍がフィリピン全土を占領下に置いた。1927年までイントラムロスにあったセ聖トマス大学内にサントトーマス収容所が開設された。その後アメリカ軍をはじめとする連合国軍はフィリピン奪回を狙い、1945年に 反撃を開始した。同年に行われたマニラの戦いに際して行われた日本軍とアメリカ軍の戦闘は多数の市民を巻き込みおよそ10万人が命を落とした。この戦いによってイントラムロスの既存の建物の大部分が破壊され廃墟と化した。無事だった唯一の建造物はサンアグスティン教会のみであった。残った建物も損傷が激しかったため 第二次世界大戦後に大部分が取り壊された。イサベル二世門町並み1980年代、当時のファーストレディー、イメルダ・マルコスの指揮の下イントラムロス管理局は町を復旧し、現在そこは、かつてのスペイン時代の影響が保たれる、マニラ唯一の地区である。今日のマニラの開発のほとんどは、イントラムロスの門の外で行われ、 ジョリビーやマクドナルド、スターバックスの店舗が城壁内の著名な教育機関のそばに開いているとはいえ、イントラムロスの現存する城壁や街路、教会への近代化の影響は最小限に留められている。イントラムロスを囲んでいた古い堀は埋め立てられ、地元の人々と外国人たちがスポーツを楽しむゴルフコースに姿を変えている。サンティアゴ要塞は、 今では来訪者たちがその庭の中で過ぎ去った、スペイン時代のノスタルジックなロマンスを楽しむことのできる観光スポットとなっている。2003年のフィリピン観光年において、リチャード・ジェイ・ゴードン観光長官はそこを、ライトアップするためと光と音の美術館を建てる、ためとの資金を調達したのみならず、学生と市民によるボランティアの協力とともに、イントラムロスを清掃した。 イントラムロスは現在フィリピンのいくつかの高等教育機関の拠点となっている。マニラ私立大学、マプア工科大学、フィリピンリュケイオン大学、3、フワンデレトラン大学それに、マニラ高等学校やサンタローサ学院のような高等学校がある。中世の要塞の設計に従い、イントラムロスの高い城壁に沿って、両歩、半月歩、砦出が、 戦略的に配置されている。街への入り口は門になっていて、それらの大部分は修復されているか建て直されている。こうした特徴的な部分の多くには、名前が付けられている。例えば、バルアルテでサンディエゴ、バルアルテでサン、フランシスコでディラーオ、バルアルテでサンガブリエル、バルアルテでサンタ・バルバラ、バルアルテでサン・アンドレス、プエルタ・レアル。 プエルタ、イサベルラ・セグンダ、プエルタ・デル・パリアン、プエルタ・アルマ・セーナス、ポスティーゴ、デル・パラシオ、プエルタ・サンタルシアがある。ありがとうございます。